こんにちは、キックンです。今回はオーディオ素材についてです。オーディオ素材を選ぶだけでなく最大限に活用するという技を伝えていきたいと思います。意外とね、細かいパラメーターが分かりにくいところにあったりするので、この機会にお伝えしていきたいと思います。皆さん、ループ機能ってご利用だと思うんですよね。ガレージバンドをもうすでに使ってるよっていう人であれば、で、そのループ機能っていうのはね、ここ右上のこのね、リボンマークみたいな、これをクリックすると出てくるんですけど、まあ今回ですね、ちょっとピアノの音、手っ取り早くちょっと選んでみましょうか。選びましょう。はい、ドラッグをしてここに離すだけで、これがね、取り込むことができましたね。で、この選び方のポイントなんですけれども、この青いアイコンありますよね。この青いアイコンと緑のアイコン、これ何が違うのかっていうと、青いアイコンはもう録音された録音済みのもう素材なんですよ、で、この緑の方は何かというと、はい、読み込んでみると分かりますか？ほら、ダブルクリックすると中身が見えて、ほら、打ち込んでるデータなんですよね。音符なんですよ。音符の情報なんですよ、この緑色のアイコンのループ素材というのは。で、それはね、緑色のこの MIDI のループ素材っていうのは、もう勝手に音程とかずらしたりとかね、タイミングをずらしたりとかってできるんですけど、なんと、このオーディオに関しては、もうそういう音で録音されてしまっているので、まあ、基本的には MIDI のデータほど自由には動かせないんですね。でも最近の技術はとても進化してきているので、ある程度実は音程を変えたりとか、タイミングを変えたりというのはある程度できます。でもあんまりいじりすぎると音質が悪くなったりというのはあるんですけれども、そういうのもね、最大限に使っていきたいと思いますね。噛んじゃったこのループ素材は選んでいくだけでも、まあ、それなりの曲にはなってしまうんですよね。演奏そのものが結構ハイレベルなものばかりなので、なんですけれども、やっぱりね、せっかく曲を作るならオリジナリティのあるものとか、自分ならではのものを作っていきたいですよね。なので、その場合に例えばこの素材を選んだ時に、ちょっと音程が違うんだよなとなった時ですよ。その時はどうすればいいか、ダブルクリックします。まずこのリージョンをダブルクリック。そうするとこのオーディオ の詳細が見られますね。で、その時にほら、ピッチ補正、リージョンとか強さとか逆再生とか、たくさんの項目があるんです。ではですね、音程を変えたいという場合は何をするか、それはこれをリージョンに切り替えてあげて、このトランスポーズっていうのを変えてあげましょう。1ってなりましたよね。どうですか、音程違うのが。2にするとさらに音程上がりましたよね。もうもっと上げちゃいましょう。ほら、わかりやすいですね。さすがにね、音質がちょっと崩れたりはしているんですけど、音程をある程度変えることはできます。これをぜひ活用してみてください。他にもたくさんはいっぱい機能はあるんですけれども、そちらはまた今後引き続きこの番組でお伝えしていくので、ぜひチャンネル登録をしていただいて、見逃さないようにね、ぜひ、監視していてください。ということで、本日も見てくださいましてありがとうございました。キックンでした。